それでは今日のゲームハイライトです。今日のマリーンズの先発ピッチャーは美馬でした。その立ち上がり、ツーアウトから連打でツーアウト二塁一塁、5番の銀次、一塁線を破る先制のタイムリーツーベース。まずはイーグルスが1点を先制しました。イーグルスの先発早川。マリーンズも1回の裏ワンアウト二塁一塁とチャンスを作ったんですが、 GG さん、この後安田山口と打てませんでしたね。この回ね、1点をね返しておきたかったかなって感じはしますよね、振り返ってみると、はい、早川が連続三振で切り抜けます。3回です。イーグルス西川ツーベース、そして小深田、キャッチャー松川三塁へ投げますがセーフ。サードの安田が前に出ていて戻るのが間に合いませんでした。この後ノーアウト満塁となって島内です。浅いレフトフライ、三塁ランナー西川タッチアップ、この辺りで帰ってきます、うん、これ西川選手の足じゃないとね帰れなかったような打球でしたよ ね、 ね、はい、イーグルス大きな追加点です。2対0となります。4回のマリーンズ、安田がツーベースを打ってチャンスを作ったんですが後続が続きません。レアード三振、岡フォアボールの後茶谷ファーストゴロ。マリーンズは1回2回4回とチャンスにあと1本が出ませんでした。そして5回のイーグルスです。西川スリーベースヒットの後小深田もスリーベースヒット。いやとにかくジジさん、この回に一気に流れが決まりましたね。連続スリーベースで完全流れがいきましたよね、はい、この後ノーアウト三塁一塁で4番の島内も打ちます。ライトの右を破るタイムリーツーベース。まだまだ続きます。この後銀次、とにかくイーグルス打線が止まりませんでした。1・2塁間突破タイムリーヒット。この後マリーンズはピッチャーが美馬から中村俊也に変わりますが、鈴木大地センターへ犠牲フライ。イーグルスこの回4点目。さらにさらにツーアウト満塁となって打者一巡、1番西川押し出しのフォアボール。イーグルス結局この回5点取りました。7対0と一気にリードを広げました。イーグルスは6回にもワンアウト満塁とチャンスを作って岡島、今日2本目のヒットはセンターへ抜けるタイムリーヒット。さらに今日スタメン起用された9番武藤、ライト前2点タイムリーヒット。イーグルスがこの6回に3点を加えて突き放します。そして先発の早川です。早川6回は安田をヒットで出しましたが山口をダブルプレーで仕留めます。6回まで0点で抑えていって、そしてマリーンズはピッチャー7回から八木です。その八木から鈴木大地がタイムリーヒットを打ちます。これで先発全員安打。イーグルス11点目。そしてマリーンズは7回ようやくワンアウトから岡がライトスタンドへ一発。いや伸びましたね。これはねよく伸びましたよね。逆方向にナイスバッティングですね。岡がソロホームラン1点を返します。さらに茶谷にもヒットが出たんですが松川463のダブルプレー。早川7回1失点の好投でした。回は9回、
前の回の途中から投げていた小沼です。ピンチで鈴木大地、ダブルプレーに仕留めますが、この間にランナーが帰ります。イーグルス1点追加。さらに岡島、今日3本目のヒットはタイムリーツーベース。岡島今日一気に3安打です。さらに代打の田中貴也も打ちました。9回の表にイーグルスが3点加えて結局14点取りました。21安打14得点、14対1、イーグルスが大勝という今日のゲーム展開でした。